お花紙でひまわりを作り、いろいろな飾り方をしてみましょう。黄色いお花紙を1枚用意します。それを半分に折ります。さらに半分に折って、もう半分に折り目をつけたら、ここを折り返します。反対側も同じようにします。この折り目を目印に、蛇腹に折っていきます。これで蛇腹になりました。さらに半分に折って、端が輪になっている方から斜めに切り落とします。真ん中をホッチキスで留めます。2枚重なっていますので、これを広げていきます。端から端まで優しく根元まで広げてください。全部広げ終わったら、ホッチキスで留めたところを押さえて、花びらを整えていきます。上から手のひらで押さえて、花びらの完成です。開くときに、根元まで開かず、先の方だけ少し開いたのでは、きれいな形の花になりません。また、強く引っ張りすぎると、こんな風に破れてしまいます。優しく広げていくことがコツです。ひまわりの真ん中の部分には茶封筒を切って使いました。ザラザラした面にこの紙をのせ、クレヨンでこすり出しをしていきます。90度方向を変えて、違った色でもう一度こすり出しをすると、まんべんなく色がつきます。周りの色がついていない部分は切り取っておきましょう。模様がこすれないように内側に折っていきます。花びらの大きさと比べながら、真ん中に入るぐらいの丸を描きます。これを切り取ると、真ん中の丸い部分が出来上がります。
裏に液体のりをつけて花の真ん中に貼りましょう。これで花が一つ出来上がりました。もっと効率よく作りたいときは、お花紙を何枚か重ねて一度に折ります。お花紙は薄いので 3,4 枚重ねても折ることができます。折り目がしっかりついたら、これをバラバラにします。こうすると何倍も早く花を作っていくことができます。次は葉っぱです。黄緑色の画用紙を細長く折り、そこにハート型の半分の形を描いていきます。紙が無駄にならないように考えながら描いてください。これを切り取ります。広げればひまわりの葉っぱの出来上がりです。たくさんの花を並べるとひまわり畑になります。背の高いひまわりにするためには、茎をつけて葉っぱを互い違いに貼ります。海や入道雲と組み合わせると一層夏らしくなります。吊るす飾りの作り方をご紹介します。緑色の細長い紙を吊るしておき、そこに花や葉を貼っていきます。まず全体にバランスよく花を貼ったら、互い違いになるように葉っぱを貼っていきます。これは壁面に飾っていますが、窓辺に吊るしてもいいですね。いろいろな飾り方を工夫してみてください。